タジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、浦和レッドダイヤモンズがベガルタ仙台と戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。たくさんのサッカーファンが画面を通して見守っていると思います。スタジアムの熱気をそのままお伝えしましょう。浦和レッズのキックオフで試合開始です。うまく読んでいましたね。ルーズボールになっています。ドリブルで進んでいます。クロスを狙ってきますか。これはファールを取られました。イエローカードはありません。ペナルティーエリアに入った。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。コーロキへ。ディフェンスの対応が光ります。サイドにスペースがあります。視点を中に移す。さあどう来る。西川がセーブ。コーロキ心臓。ボールを失いました。中にクロスが入った。中央へ入る前にカットされました。サイドへパス。横に展開してきます。真ん中にクロスを上げた。うまく読んだインターセプト。スルーパスが味方に通る。ポストに弾かれた。タッチラインを割りスローインです。クロスのチャンス。シュート。ミドルレンジからの強烈なシュートでしたが、少し高すぎました。ちょっと不可思議でしたか。惜しかったですね。長澤和樹。ドリブルパス。選択肢は一つだけではありません。コオロキ。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。コオロキ心臓。サイドへ展開します。視線が中にいった。さあ出すか。決めれば勝ち越し。いいタックルでしたが、まだピンチです。
これはスローインになります。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。1点リードにできるか。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。あ、入った。オウンゴールのようです。あのゴールは仕方がないでしょう。なんとか取り返したいですね。サイドへ展開します。仕掛けてくるのか。前方に運びました。視野が広い。少し飛び出しが早すぎました。相手ボールになります。ここはシュートチャンス。止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。スペースに見事なスルーパス。このシュートは大きく枠の外。丁寧に狙ったようですが、逆に力が入ったかもしれませんね。前半が終了しました。後半戦が始まります。インターセプトしました。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。シモン・マテ・ジュニオー、よく見ていました。ゴール。同点弾が決まった。クロスボールの勢いを殺すことなく、ベクトルだけゴール方向に変えています。完璧なヘディングでしたね。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。おっと、これは面白い。入った。ボールはゴールの中へ。選手交代があった矢先のゴールです。作戦として考えていたとは思うんですが、しっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ここまでのポゼッション率を見れば、浦和レッズがボールを支配していることが分かります。それにもかかわらず、厳しい状況が続いていますね。崩してきた。これが入りません。信じられません。余裕がありすぎたかもしれません。このパスは読んでいました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。またもや決めてきました。
完全にペースを掴んでいます。この決定力はさすがです。決めるところで決めてきますね。興梠慎三、相手ボールになります。サイドが空いています。イサック・クエンカ、これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。このスルーパスはキーパーに渡った。ここで攻撃を止めます。さあスローインでの再開です。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。中央にクロス、これで3点目、ハットトリック達成です。リプレイが出ます。狙いすました、いいクロスですね。そしてフィニッシュはヘディングでしたね。立ったまま頭で合わせました。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。相手が触ったのでスローインですね。サイドへパス、横に展開してきます。素晴らしいパス、ポストに当たって決まりました。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。そして最後はうまく頭で合わせました。相手に渡ります。ミッドフィールドでボールを奪いました。興梠、何かしてきそうですが、ここからどうするのか。中には入れさせない。サブの選手がピッチに向かいます。中に入れてくるか、前を見たい。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。おっと、裏へ出した。スペースにスルーパス、ちょっと長いか。ゴール、ゴール。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。
素晴らしいフィニッシュですね。長澤和樹、ボールを運び試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも